さあ始まりました、ブラックパイナー SOS の YouTube。 イエー、はい、というわけで、はい、今日は何の企画か分かりますか？ちょっと分かんないです。普通にさ、はい、今何も言ってないじゃん、はい、もし当たったら100万円ってあげないけど、万が一が怖いからあげないけどもし当たったら100万円ってつもりで、はい、ちょっと推理というか当ててみて。万が一俺が100万円取られるかもしれないなってことは結構当たるんじゃないかなって気持ちもするわけ、まあ、当たる可能性があるってこと？あると思う。へえ。今のこの始まる前の、はい、いや今一応山野くんに、はい、まあ、携帯持ってたと、うん、で LINE するん で、うんうん、で写真送ったけども、うんうんうん、一応見ないでと、で、うん、何枚か送ったと、うん、言われたので。他には？うん、他には他にいろんなヒントをあげたつもりだけど、 T シャツ着替えて、うん、T シャツの、はい、もし当てなかったら、うん、もうお前ごとお前の家族、三親等ぐらいの親戚一同を宇宙に飛ばされると。やらない、やらない。だとしたら飛ばされる、当てなかった、はい、当てなかったらぐらいのね、うん、で多分写真が見てるよ、お前の三親等。あれぐらい、まさきお前が当てないと私ら全員宇宙に飛ばされるんだ。まあ、これが本当にヒントだとするならば、うん、この写真がね、うん、この T シャツも、うん、だから多分 T シャツの写真なんじゃないかな、うん、で何の企画ですか今日で、うん、ちょっと待って、これ本当にまさき頼む、うちら小岩から出たら行く場所がないんじゃ。いや一瞬思ったのは、うん、山野くん洋服いっぱい持ってるじゃない、うん、だから T シャツいっぱい写真撮ってきて、うん、見して、うん、なんかわかんないけどそのバザー的なやつやるかなと思ったけど、うん、だとしたら持ってくるなと思った、うん、T シャツは。だから多分今持ってない T シャツで、うん、俺に似合いそうな T シャツのスクショを10枚ぐらい撮ってあると、うん、でそれを山野くんは本当はそのサイトで欲しいんだけど6000円以上買わないと割引にならないから俺に一緒に買わせようとしてる。さようなら。あ、元気でな。元気じゃねえよ、うち言っちゃったら死んじゃう、はい、というわけで、はい、今日はですね、うん、UT を作ってみよう。まあまあめっちゃトークもないんですけど、うん、まあ、だから僕も T シャツ着替えたとかそういうの、はいはいはい、でこのユニクロの T シャツでしょ、はいはい、で UT を作るっていうのは多分結構7、8年くらい前からそういうアプリがあって、ほうほう、昔なんか使うのがあるんだけど、うんうんうん、最近見たらちょっとまたリニューアルしてて、うんうんうん、それで多分ちょっと精度とかも上がってるわけ。ほう、それでそれがね、うん、1990円。いや安いね、一番安いね。だから別に大量に作ったら安くなるとかじゃなくて一番安い1990円だけ。だからちょっと僕ね、うん、デザインを、まあ、10個、うん、はい、してきたので、はい、その中から1人1つずつ、はい、内藤君がさ、うん、もうほっとくとさ、うん、今もう夏でしょ、夏変な T シャツ買っちゃうじゃん。だから買わせないために前もってこれ買っとけば、はい、まあ最短で多分10日ぐらいでできると、まあもっと長いなら1ヶ月ぐらいかかる可能性もあるけど、はいはいはい、だから早めに夏が終わる前に注文してもらえどんどん変なの買っちゃうんだよ。変なの買わないですから。これとかも買っちゃダメだって。変なのじゃないから、それ見る人によったらこっちの変なのっていう人もいる。俺ストリートファイターズですよね。はい、まあ、ストリートファイターズ。ちゃんと俺は、ね、ネタが今って買ってるから、お前手が買ってるから。ダメだって。ダメってことない。こんなのってか、お前、キースヘリング、はい、だけど、はい、俺はこれ下がるの知ってたから。うん、俺下がった日に下がってる。下がってる。もうそっくり下がってるよ。はい。で、下がってるの。だからとりあえずね、今10個デザインを内藤君に送ったんで、はいはい、その1個ずつ順番を見ていきましょうと。あ、なるほど。10個の中から、内藤君が。俺が1個選んで、君も1個選ぶ。選ぶ。せーので言って、もし同じだったら2人でお揃いの気持ち。なるほどね、はい、はい、分かりました。ちょっと1枚目から見ていきましょう、はい、まあ、拡大とかしてもいいね。だから皆さんにも今1枚目から出てますね、はい、はい、これですね、2011年の東京ってやつですね、はい、だからちょっとこれ山野くんが一応デザインという。あ、違います、あの画像は引っ張ってきました。だからそこはあんま言わない。 あんま言うとちょっとそうだよね。そうそうそう、多分これ昔の昔か、俺らが多分子供の小学生とか下手したらもうちょい前に2011年ってこれぐらいになってんじゃないかっていうような時の、なるほどね、なんかなんていうのかな、レトロフューチャーっていうんだと思うけど、昔の未来ってさ、なんかかっこいいじゃん。はいはいはい、はい、そうね。だから本当空飛んでる車とかがあるっていう世界、はい、
これを、うん、って結構なんかまあ、うん、なんだろうちょっとダサいじゃん。でも、まあ、でもまあ分かる、かっこいいよね。そうそう、かっこいいなと思ってこれが一番目、ね、はい。まあ、ただ塾あの矢田君はなんとなく覚えておいて、うん、はいはい、はい、じゃあこれ1番、これ1番ね、はい、はい、じゃあ2枚目、2枚目、これかですね。矢田君が好きなケント・デリカットさんね、はいはい、ケンテリさんの、ケント・ギルバートさんか迷ったんですけど、二大ケントの。メガネこうやってね。はい、の、やっぱ潜在写真。こういうの別にいいはいいんだ、個人で使う分。ちょっとあんま言わないでください。言わないですよね。言わないで。ケント・デリカットさんね。別にこれ販売するわけじゃないです。そうそう、うん。じゃあ自分で使う分ってことでしょ、はい。はい。なるほどね。はい、で、この、やっぱ赤いセーターにちゃんと赤いパックで。確かにね。ダブルでやったんだ。はい、いい表情ですね、いい表情で、この、うん、なんだろうな、外国人のサンプリングされてる T シャツがあるじゃんよ、うんうん、あるね。下手したら今若い子からしたらケント・デリカットさんの歌も知らないとかもあるから、わかんないかもしれない、ね、なんか、どういうことなの、なんかアーティストなのかな、例えばぽいぽいぽいバンド T とかもあるとか、なんかこのデザイナーの人、うん、本当これじゃないけど、そうね、うん、はい、なるほどね、はい、はい、で、3枚目、3枚目これですね、ちょっと、まあ、和風というか、何してんだこれ、はい、ね、ね、多分なんかね、妖怪猫女みたいな、なんかちょっとホラー系の漫画のやつの、うん、はい、うん、これもちょっとなんかもう遠くから見たら二度見して、まあちょっと、うん、何してるんだ感はあるよね、はい、確かにね、アーティスティックな感じがする、ね、はい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 、はい、なるほど、これが3枚目、4枚目、4枚目、はい、これ結構内田君も好きだと思うんですけど、これは何ちょっと待って、これ怪獣は分かるんだけど、これ誰が描いてんの、これ小学生が描いてる、なんかさ、これは右は誰か分かりますか、あの、え、と、トネ川、これが、ね、下がトネ川だね、右が兵道ですね、あ、兵道、はい、はい、これ多分小学生かなんかが描いたやつが、そうだよね、はい、ネットに落ちてたんで、はい、これを、はい、まさか T シャツにされると思ってないだろうな、その小学生、はい、まあ、これ着てたらね、それ僕書いたやつですからね、あるかもしれないし、それはすごい奇跡だ、はい、なるほどね、カイジね、はい、これが4枚、これがなんか本物のカイジとかよりなんか逆にいいんじゃないかな、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ5個目ですね、5個目、これは結構俺昔からフォルダーに入れてるんですけどいいすごい面白くていいね、これがいいね、笑っちゃうでしょ、ああいいね、なんかセント・セイヤも好きだし武田鉄矢も好きだし、はい、ああこれかっこいいじゃん、あとセント・セイヤのこのさ自体かっこいいね、だからなんか面白い T シャツもよくあるけど、はいはい、かっこよさもあるし、なんか面白さもある、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、これもインタビューですよね、はいはい、5個目かな、うん、はい、で次6個目、まあ、これもだからレトロフューチャー的な、2011年東京的な、はい、走れ空中弾丸列車、この名前とかかっこいいよ、なんかいろいろ文字とかも書いてありますけど、まあ、もしプリントしたら読んでるね、ちょっとね、これさっきもあった、さっきも2011年ヘリポートあったんだけどさ、うん、ヘリポートってその時代はなかったのかね、いやあるでしょ、あるけど当たり前にってこと、一般的に例えば普通にどっか買い物行こうとかでも行けるみたいな感じなんだ、うん、なるほどね、はい、走れ空中弾丸列車、はい、はい、次がこれやっぱね、乗り物的なレトロフューチャーかっこいいなと思って、これも一応未来なんですか、そうですね、なんかね、俺結構車とかが書いてある T シャツとかね、古着屋とかで欲しいなと思って結構売ってないね、だからこのなんか古き良き、まあ、空想なのかな分かんないけど、こういうなんかの T シャツあったらいいなと思って、もともとこのレトロフューチャーのばっかちょっと作ってみてた、うん、で流れでさっきのデカデカツヤとかケントデカツヤ、その流れにケントデカツヤ入ってくるの、ハイタグの好みもあるからいや、これはこういうのは俺好きだけど、これいいよ、まあこれもいいってなると思うよ、そういう方がいいから、はいはいはい、次はこれですね、やっぱ古き良きドッキリカメラかも、でも死んでる、虫がすごいですよ、死んでる、いや死んでないよ、死体に湧くやつだ、違う、はい、これなんか多分俺らが生まれる前とかのドッキリカメラ、元祖だ、日本テレビの、はい、まあ、元祖って当時書いててそう、結構もう他の出てきてるんじゃないだって元祖の元祖って書かないでしょ、いっぱい他のが出てきてから元祖っていうことでしょ、ああそういうことね、なるほどね、ポーズをとってみて、下で、ね、下、うん、いい、まあ、これ白黒っていうのもまあいいね、でもそう白黒いいかもしれない、確かに、はい、うん、でこれもある意味もレトロまあフューチャーなのかね、はい、レトロはありますけど、で次、お、なんだこれ、これもね、でもなんかね、多分未来の
学校の勉強をこうやって脳に直接送り込むんですよみたいな。怖い怖い、はい、なるほどね。これもだからレトロフューチャーの流れなんですよ。右側に教科書を詰め込んでこれ電磁波みたいので、ついに頭みたいに、うん、だからなんかちょっと風刺画というかなんかね、うん、あ、でも右上に2000って書いてあるから、うん、2000年はこういうことが起こってるよみたいなことなんだろうね。なるほどね。で次、次は、はい、まあ、これもなんかロックな感じがして、まあ普通にデザインとしていいかなと思って、あのおばあちゃんが拳銃を抱えてるみたいなさ、はい、でもちょっとなんかかっこいいじゃん、デザインとして、まあまあまあ、うん、単純に。なるほどね、うん、単純にデザイン的には一番なんか、T シャツとしてはかっこいい気がするけどね。なんか何のあれもよくわかんないけど、うん、なんかの風刺というかさ、皮肉っぽいじゃん。まあいや、まあまあ、なんとなくね、うん、わかりますよ。はいはいはい、はい、なるほど。で次、最後、これは最後ですね。いや、最後黒系の時があったんですね。黒のがいいね。赤が映えるね。黒だとね、黒 T だと赤が映える。まあでも、だからデザイン的にはこれ10個なんですけど、うん、まあ11個にしてますけど、別に他のも黒にできるのよ。できるんですけど、まあ一応黒こんな感じで。ああ、なるほどなるほど、はい。ただね、俺さ、さっきこの値段表を見てびっくりしたんだけど、うん、あのね、まあまず、うん、T シャツが選べるわけ。昔まで一パターンしかなかったのに、今選べて。T シャツ種類が。そう、うん。で、要は、これってさ、多分普通の UT でしょ。これはそうだと思う。で、うん、そうだ、そうだね。いや、これとこれは違うから。あ、違う。はい、これは多分普通の UT で、これはちょっとオーバーサイズ T シャツなの。だからちょっとだけ身幅とか広くなってて、お前そういうの知らないから何も買ってるだろうけど、これはあのユニクロ U のオーバーサイズ T シャツ、あの生地は違うよ、生地は違うけど、大きさ的にオーバーサイズに着れるっていうやつを買ってるんだけど、これはないの。だからいわゆる多分だけど、でもね、もっと違うかも、もっと安い生地かも。あ、これより、うん、でもこれがだって1900円のかな、ね、そうそう、そうするともっと安い。1990円で一番ベーシック T シャツは1990円なんだけど、うん、2490円だ、500円プラスすれば、うん、ユニクロ U の T シャツにこれいけるんだって。ユニクロ U の T シャツってこれ、これはユニクロ U のオーバーサイズ T シャツの、うん、大きさ形、うん、でも生地は違うけど、うん、もっとベーシックなユニクロ U の T シャツはあるわけ。これとも違う。違う。あ、違うんだ、うん、そうだ、一応その形は、うん、こっちの方が多分かっこいいと思う。じゃあこっちの方がいいじゃん。でも500円高くなるよ。まあでもそっちの方が、ほんと、でも、うんうん、で、もう一個相談なのが、うん、黒にすると、うん、プラス1000円。高っ。そう、だからなんでプリントしづらいのか、わかんない。だから、まあ白でいいかなと思ってほぼ白で作ったの。だからどうしても黒がいいんだったらプラス1000円で、ユニクロU のと同じあれかな、うん、にした方はプラス500円。なるほどね、はい。でも500円だったらそのなんか生地安くない方がいいかなとは。うんうん。それでまあ一応 SML、XL、XXL、WXL まで選べます。なるほど。僕は、まあ、ユニクロ U のその T シャツ持ってるけど、うん、XL でいいよ。あんまね、大きく着るようなやつじゃないから。だから大体これ出したら、これ何？これ M。M？ うん。嘘、 M とか言ってる。俺 M 買ったの。じゃあでかかったのかな。 M 買ってるね。じゃあでかかったのかもしれない。でもこれ、じゃあいつも L か XL か。これ XL、 これオーバーサイズ T シャツで、だからオーバーサイズ、これの XL、 例えばね、これの XL 買うとするじゃん、うん、そうするとね、立ってみ、多分ここが伸びていっちゃうもん。だけどこれはそんなにここが伸びていかなくて横がみたいな。え、で、え、この2500円のやつこれに近いってことでしょ。どっちかっていうとこれよりは、これよりはそれに近いから、まあそんなに大きく着なくていいから。だから俺は、まあ言うてもじゃあ L かな。うん、L か。うん。まあ、XL やめとこうか、じゃあ。はい。で、うん、とりあえず、でデザインを、ね、今、これ取ったらすぐ発注すれば、まあ早ければ10日後。はいはい、まあ遅くても、まあ夏には間に合うように1ヶ月以内には来ると思うんで、はい、とりあえず、ナイト君が着たいもの。今、着るっていうね、そのデザインによって着るっていう目線で見たの。もちろん、だからあれ買ったけど、うん、着ないんだったら意味ないからね。そうそうそう、飾っとくわけじゃないから。だから着るっていう目線で今見てます。はい、 いや俺はね、まあ、全部俺は好きなやつを選んだからぶっちゃけ俺はどれでも多分着るのよ。ただやっぱ使いやすさとかあると思う。なんかさ、はっきり言って画像の面白さとか画像のかっこよさで見たらこれもあるけど、うんうん、だから着るってことでしょ。そう、例えばじゃあデートがあった時に着ていけるかとかを考えた場合とかってことはあるよね。
だから、そうね。だから、着るっていう目線で見たら、もう、僕は決まりました。決まった？はい。え、めっちゃ迷うんだよな。まあ、白は白でしょ？まあ、白は白でしょ。で、もう、U にする。ちょっと、いい生地にしよう。あ、いい生地。はい、はい。じゃあ、俺も、白でいい生地にしようかな。うん、え、結構、確実に決まった。いや、もう、2択か3択だったの。3択だったかな？ 3 択かな？本当3択の中から、いや俺これ行きたいんだけどな、これ行ってな、ちゃんと着るかどうか迷うんだよな。だからそろそろ着るっていう、ちょっと待って、来年の川島さんのタイムプレートはこれでもいいかもしれないけど、作って、うん、これって何？写真を取り込んでるだけです。で、貼ってるだけだ。はい。ただ一応この背景抜いたりもしてる、俺は。ああ。はい。これアプリでできるの？はい。だ皆さんもこれ1990円できるんで、まあちょっと生地2500円とか黒にしたらもっといっちゃいます、ね。確かに確かに。はい。でもこれパーカーとか冬も取れなくもいけるんで。ああ、はい、なるほどね。いいね。はい、じゃあ1000円の手見せますか。1000円の手が。もうこれは開いたら。そう、冷やしてる。はい。いくよ。せーの、ドン。俺らは分かってないけど。はい、なんだ？あ、それ。あ、それ言った。もう時計だってさえしないの。いや、ちょっと着るっていいんだけど、すごくいいんだけど、ロゴ的に。うん、着るってなると、ちょっと難しいかなっていう。なるほどね。うん、時計の人が一番反応よかったから。いや、あれよかった。いいよ。その時計の人に変えてもいいよ。いや、時代とかものすごい。だってこれは、売ってておかしくないじゃん。打っててもおかしくない。だから切れる。あ、そうなっちゃう。ちょっとそれが無難すぎない？一番無難だよそれ。いや、切るを考えちゃった。一番誰も何も気づかないと思う。いった。よかった。せっかく作ってるけど、やっぱせっかく作ってるのはやっぱこれかな。これでさ、別に確かにけどさ、そう普通に売ってるもん。そう、せっかく作るんだよこれか。というわけで決まりました。はい、このおばあちゃん拳銃と、というやつが決めましたので、ちゃんと来てよ。来ます。来ますよ。いや、いいよ。これほんといいよ。一瞬ですからいいよ。これ多分、6年ぐらい前に何から見つけてずっとフォルダに入ってたの。あっためだね。よかったら T シャツになりますよ。ちょっとね、この後、ここで、はい、もう今着替えますから。この後に靴に。なるほど、なるほど。はい。それでは、何日後かの山野くん。内藤くん。あ、ストリートファイター2の T シャツがファイナルファイターの T シャツになってる。さあ変わったわけじゃないでしょ、両方持ってるでしょ。いや、これ後半なんで感が悪いみたいですけど、はい、というわけで、いよいよ何のこう、まさか何ですか、届いた UT の後半。えというわけで、前半は僕、ストリートファイター2の T シャツなんですけども、で、ファイナルファイト。で、ライト君は、はい、前半は、もみしらだったんですけど、ちょっと黒く染めたと。いや、そこは関係ない。関係ないですか、はい、はい。UT、1990円で作るんで。はいはいはい。で、まあ、いろいろやったんですけども、はい、注文しましたー。あー、注文しました。あ、でも、不許可が出ましたー。え、なになに、内容で、まあ、申請出して送ったら2日後ぐらいに、はい、ちょっと著作権侵害の恐れがありますって帰ってきて、それでなんか一応なんか書かないんじゃないけ、ここのところに、いやこれはでも私のやつですかとか、このサイトから引用してますみたいなの書かないんじゃなくて、で大丈夫ですって書いてたので、もう一回出したのしたら、うん、いやでもこれ大丈夫じゃないですありますって来たので、ダメでした。なるほどね。俺はさ、あの時さ、うん、取り終わった後に思ったのが、うん、例えばここにね、ほんとにグッチとかルイ・ヴィトンとか作れちゃうじゃん、うん、あれ、うん、だからそれどうなのかなと思ってさ、そこまでは俺ダメだと思うけど、うん、例えばさ、自分がさ、ネット上にさ、ブログがなんかに載せる写真とかも、うんうん、だっていいわけじゃん。まあまあね、うん、だからあれぐらいだったらどうなのかなって、別に企業の何かを侵害してるわけじゃないし、うんうん、だけど多分ね、同じ画像は多分ネットにあるから、だからそれでこれはあなたの画像じゃないですねって多分引っかかっちゃって、じゃあ Google 検索みたいのはしてるのかね、じゃないかな。なるほどね。2回ともちょっと変えたりして出したけどダメだったから、
だから皆さんももしやるときは本当にネットに上げてない自分のカメラに入ってる写真とか、例えば自分のペットとかさ、まあ自分の顔でも自分のいいけど、多分ちょっとネットに上がってると結構厳しいのかな、引っかかるんだ、恐れがありますので一応やめてくださいみたいな感じだったから。なるほどね、はい、というわけでちょっともう、うん、内藤くんだから本当はちょっと違うの頼もうかと思ったの。はいはいはい。なんか内藤くんの臓器とかあんま上がってないでしょ、ネット上に。上がってないけど、その臓器どうやって撮るの写真。だからレントゲンとかもらって白黒で臓器写る。バリウム、いやだから普通に出してもらって。直接実は昔のそうだよ、そうだよ、よく見たらデコボコになってるんですよ。こうね、はい、バスケットボールみたいなの書いてあって、そう、はい、うん、ダメ、そうだったです。だからじゃあもうあのセイントセイヤ T シャツもダメ、武田哲也 T シャツも作れず、あのおばあちゃんが書いてあったやつも作れず、だからああいうのをもし作りたい場合は本当に個人の T シャツ屋さんに持ってくしかないかもしれません。ただあの値段に多分できないと思う。そうだよね。あとあのユニクロのいい T シャツもそうなりたい。ああ、なるほど。じゃあもうだからあれの古い東京みたいなやつもダメってことでしょ、結局ネットから拾ってきてるから。そうね、だから多分出してないけど多分引っかかると思います。ダメだよね。あ、うん、なるほどね。だから本当に自分に描いた絵とか、うん、だから本当自分のペットの写真とか一番いいと思う。あ、まあそうね、動物の写真なんて可愛いし、はいはいはい、はい、それからあと内藤君の臓器とか。なんで欲しいの内藤君の臓器って。あ、多分お前の臓器もあんま買わないと思うよ、 T シャツにしちゃったら。誰の臓器か分かんないと思う、著作権とか関係ない臓器を。あと腎臓なの、心臓なの何、出し方によるから。なんかあの体に害がない順、じゃあ腎臓だね。腎臓だっけ2, 個2個あるから、はい、というわけで、はい、あのもうちょっと時間が余ってるので余ってるかどうかはさそれこっち次第でしょ。別にないでもいいわけじゃん。ないで終わりにするでも寂しくない、寂しい、ちょっと寂しい。というわけで、うん、100円ローソンで買うおすすめアイテム。随分変わるんだよ。そんなに変わるの、はい、全くないのに。ああ、で、他の T シャツ作るとかじゃないんだ、はい、僕が 100均、はい、100円ローソン行ったら、うん、100円ローソンしかは絶対売ってるんですよ、どの100円ローソンでも。大体、これが一番いいよってやつ。100ローブランドみたいなのがある、はい、うん、別動画にするこれ。どう一緒でいいか。まあ、あえて別動画にすることでもないか、まあ、じゃあ一緒にします。特別ね、これは特別じゃん。だから2本分見れてるってことだよね。すげえ得だね。お得だね。このバタピー、これね、100円なのにこんなに量が入って、知ってるこれさ、うん、100ロムじゃないとこで100均で見たのかな、それこそ。いや、あんまないと思う。俺、他の100均では見ない。あと他の100均ではもうちょい細かったり、もっと少ない。こんなにパンパンに入ってのはすごい真空感がすごいね。これ触って、分かる、もうパンパンピッチリだよ、これ、ピッチリ。うん、でも、安い、100円。100円安いの。俺、バターピー、セブンイレブンとかで買うんだけど、うん、多分この量だったら200円。そうそう、だから、100円ローソン、だからこれをいつも大量買い。だいたい、中国の落花生で。5、6個。え？もちろん。話してるよ。いっぺんには食べないから。いや、買いすぎじゃない？ 1 個もらうよ。なんだっていうか、多いだろ、こんなやつ。ちょっとずつ、こんなやつ。100円ローソンがあんま行かないから、行ったらこれで買うよって。うまいの、うまい、ピーナッツ、ピーナッツ、じゃあうまい。じゃあいい。結構さ、ピーナッツってばらつきあんだよ、味。じゃあ一回ピーナッツパスミやったけど当然なんだって。じゃあ自分でこの、で、左右と、なんて言ったか全部わかんない最初から分かんなかった。東西南北やってごらん。東西南北ピーナッツバサミ。はい、ちょっとね、これで、はぁ、幸せこれ、ここまで自分で抑えられる。どこまでいける。はぁ、バタピーに行くよ、バタピーで最後よ。うん、最高。怖え、怖えな、お前。今の切り取って全 SNS 流すから、ね、今の最高なんです。やめてくれよ。今お前はスレッズでバズってたの。そうだ。え、俺がスレッズでバズってるらしくて、5万再生とか見られてるよ、5万回、うん、でもいいねは自由に書いてる。そんな差があるもん、はい、5万で、まあ、これはおすすめです。これ単純にも 125g で、まあ、1個ちょうだい、1個100円出すけど、1個ちょうだい、俺食べてみたい。いや、あげる、バタピーくれんの。あげるよ。やった、いただきました。言ってみるもんですね。で、ヒゲ剃りジェルプリンスプ、これはまあ、ヒゲ剃りジェルタイプ使ってんの。ジェルタイプ使ってますね。
でも最近はでもね、マッサージクリームでそのままやってることが多いんで、まあ、1個しか買わなかったです、うん、これまあ本当だったら3つぐらい買った。これ100円、家にもまだ2つぐらいあるんで、これ、はい、これがいいの、まあ、単純にコスパ安いってことか。だって普通にドラッグストアとかあったら3、400円もっとしようかな、まあ、3、400円、これもそのムースみたいなやつ、うん、これ1個しかないけどやる、挟まるか一応な。はぁ、幸せ挟まってもないから、これじゃあ見せて見せて、これいいの、どう、まあまあ単純に何でもいいじゃん、滑りが良くなる、まあそうそう、滑りがいいこと、そう、だからまあまあ単純に確かにジェルムースよりさ、ムースやってるの、ムースやってる、ジェルの方がいいと思う、ジェルの方がだいぶ滑りいいか、うん、ムースこう一回やっちゃうとさ、もう全部ムース持ってかれちゃうのよ、うん、そうそう、二回目行くときにもうムース、あのムースなくなってるから、はい、まあ、これと確かにジェルの方がいいかもね、うん、あとまあジェル、ジェルばっかじゃん、これ本物、髪の毛ジェルでしょ、本物ってなんだ、これは僕はドンキのジェルとこれを混ぜてるんです。ああ言ってたね、ドンキのジェルと固まりすぎちゃう、だからこれでちょっと、うん、薄めるというか、俺水で薄めるよ、いやそれでもそれでも固まっちゃうじゃん、水だけじゃさ、うん、薄まりきれないというか、もう汗、あと汗が出るからもうバリバリなくなっちゃったけど、うん、絶対これを1対1ぐらいで割って使ってます。だからそうするとドンキのジェルの持ちもいいわけ、ああ使い回してないんだ、形が一緒だから使い回してるのかなって、いやびっくりした、今また挟まるかと思った。はい、挟まりましたけど、ジェルジェルで、どれがいい？ま、前これ、2つ、2つある。これ、これ、やっぱりこれ。バター挟んで、バター挟んで。じゃあ、どれ？はぁ、幸せ。子供見てる？君の父さん、こうなんだよ。やめてくれよ。なんで？威厳がなくなるだろ。俺の威厳が。いや、知らないよ、勝手にやってんだお前、聞くと俺絶対無視だ、これさ、何こう、クリスプっていうメーカーなのこれ、なんだろうね、これ一緒なんですよ、クリスプって書いてある、うん、まあ単純にトラストもさ、ドンキの株式会社ジェルは4、500円でコスパいいんだけど、さらにこれを混ぜることによってちょうど良くなるし、コスパも上がるんで、うん、見てこっちのちっちゃいじゃん、うん、大きさね、こっちのちっちゃいんですよ、見て、うん、分かるでしょ、うん、こっち 160g、 こっち 150g、 うん、おかしくない、ほら分かってる、こっち160入ってる、これちっちゃいの、150さ、これでいいよ、これで、あ、じゃあ分かったの、1点に、あと俺挟まれたいって言ったっけ、言ったけど、あと一度でも完全にちゃんとパクってるのも人のパタピーをくれるっていうことだろ、まあ、いいよ、入ってパタピーが今4つ入ってます、こんな感じな、実測しちゃう、嬉しくて、お父さん頑張ってるよ、おー出たくない、お父さん頑張ってるよ、子供見てる前提の会話やめろよな、なんで、いや消すからこれ子供見せたらうちの、あの奥さん消すよそれ、ちょっとわかんない、これ10年後も見てるかもしれない、昔だとしても嫌だよなんで10年後これ見られなきゃいけないんだよ、お父さん頑張ってるよ、ね、これで多分2円ぐらい入ってくるかもしれないでもバタピー、これがやっぱまあ味もいいし、だ俺結構これで、うん、マシュマロだとお菓子もらえる時あるじゃん、うん、バタピーだけで寂しく混ぜ合わせてちょっと、これと、うん、例えばお父さんとも混ぜるとか、うん、何でもいいけど、俺でももうピー、これ飲みに行きたい、お前だってもうお酒のあてとして見てるじゃん、あ、そうだよ、これいつ食べんの？お酒の当てじゃないとき。勉強中。どんな食べんの？食べる。気づいたら甘いの食べたくなんない？なんかね、ちょっと糖分欲しいよ、わかんない。じゃあ頭使って。いや、一応、あんま夏系は、あんまり太んないとされてるから。なんかされてるけど、それ本当なの？それ怪しいけど。ね、怪しいよね。まあでも、普通のお菓子食えればまあいいかなと思って。まあね。だって結構あるよ。637kcalだよ。すごくない、俺カロリーで 見ないになってる人だ、100g あたりこれ125入ってるからこれ700いっちゃうよ、俺カロリーで見てないから、重さでしょ、俺一時あったよ、重さダイエット、これだから 125g 以上絶対増えないじゃん、それ劇団ひとりさんが言っちゃうことまるで自分の意見のように言うのやめな、俺が言ったんだ最初に、早く挟んで早く僕を幸せにしてトワーキー、俺名前知ってないんですよ今勝手にやり始めてるんですよ、この
子供の名前呼んでるの。やめろ、やめろって。だから本当に俺操ってないだろお前。僕らの YouTube 全部台本があるんです。操られてるしさ、変なことやってさ、怖い。ね、もうもうこれ見てる頃には彼はいないんでしょうけどね、お父さん頑張ってたね。死んだの？え？死んだの？いや、100年後とか見てるかもしれない。息子も死んでるよ。100年後は息子も死んでるよ。生きてるよ、もう。え？生きてる。そんな時代になるのかね、でも本当に。怖えよ。なんだっけ？意地でもちゃんともうずっと触ってもいい。そう、当たり前じゃん。これ持って帰んねん、これ。これ俺の。いいですよ。というわけで、うん、内藤くんはピーナスに挟まれるのが幸せっていう動画？はい、ちょっと前半後半で内容変わっちゃいましたけども、だって UT はね、多分著作権結構厳しいんで、本当に、自分のブログとか多分証明できるものか、はいはい、もう完全にネットに上げてない画像じゃないと多分ダメだと思うんで、ちょっと皆さんそういうのがある人はやってください。そうね。あとあのおばあちゃん自体が作ってください、あれは。ね、本人がやる分にはいいと思うんで。まあ本人がやる分にはいいけど。だ多分武田鉄矢さんと、あれはセイントセイヤ側と哲也さん側だから無理だと思う。あれ難しいよね、うん、というわけで皆さんよかったら、まあ自分の T シャツ作ってみてください。チャンネル登録高評価お願いします。